アニソンユニットジャムプロジェクトが28日、東京、ラインキューブ渋谷で、シングル、それは、汚れなき修羅の涙の発売記念イベントを開催。メンバーの影山博信、遠藤正明、北谷博、奥井正美、福山良樹が参加し、トークやミニライブを行った。昨日27日にリリースされた本作は、同ユニットにとって2024年第1弾作品であり、テレビドラマ、ガロガロ鋼を継ぐ者、東京 MX、毎週木曜あと10時他のオープニングテーマ、エンディング主題歌、挿入歌を収録したシングルとなる。